イエジラ・ジビウ・ヘルクレス、または、ユルギス・ラドビラ・ヘルクリスは、リトアニア大公国の大貴族、ヘトマン。リトアニア大法官を務めたミカロユス・ラドビライティスの、三男。1510年からリトアニア副主全官及び、キエフ県知事、1521年から、リトアニア・ヤセニエ、トマン、翌1522年から、トラカイ上代、1527年から、ビリニュス上代。 1528年から、リトアニア区内長官、1531年から、リトアニア大エトマンを務めるなど、住職を歴任した。フロドナ、ビリニュス、ウテナのほか八地区を大官として支配する大領主でも、あった。イエジは、ラジビウ家の内ビルジャイ及び、ドゥビンギエイを本拠とした系統の子祖であり、彼の子孫たちは、同家のうちでも代々プロテスタントを信仰していた、ことで知られる。 イエジは、有能な政治家であると同時に優れた軍事指導者であり、モスクワ大公国、コサック、タタールとの数多くの戦いに参加した。三十もの戦いに勝利し、リトアニアのヘラクレスの異名を取った。リトアニア元老院議員でもあったイエジは、1526年、ジグムント一世に対し、その息子、ジグムントアウグストの治世以後、リトアニア大公国の国章を、 リトアニア王国に変更するよう創生したが、却下された。1530年代には、兄のヤンと共に、リトアニアの国政をほぼ牛耳る立場にあった。ラジビウ家の一員として、彼は先祖たちが進めてきたように所領の拡大に努め、死後、遺産はすべて長男のミコアイラジビウルディに相続された。家事には、娘が二人いたが、下の娘バルバラバートに、ジグムントに生意。 アウグストの愛人となり、1550年には王妃となった。バルバラが王妃となったことで、ポーランドとリトアニアにおけるラジビウケの地位は飛躍的に高まった。ありがとうございます。